こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日はでかくなる自重トレ、筋肥大を実現する方法についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。今日は自重トレについてのお話になるんですけれども、普段ですね、自重のトレーニングをされている方も多いかと思います。この自重トレでですね、筋肥大を行えるかどうかについて私なりの見解をお話しさせていただければと思います。結論から言うと、自重トレでも十分に筋肥大を行えるというふうに、私は思っています。今の私ぐらいの、体であれば自重トレーニングでも、十分に作れるかなと個人的には思っていて、今日は、その自重トレーニングを、効率的に、行う、ポイントについてお話ししたいと思います。まず自重トレーニングの、メリットなんですけれども、これはどこでもできる、スペースが、そんなにいらない、あとはお金がかからないっていうところになるかなと思います。自重トレーニングのデメリットとして挙げるなら、最大のデメリットは負荷に限りがあるということで、次に鍛えられる部位と筋肉への刺激に対して限りがあるということ、モチベーションを維持するのが難しいということになります。このデメリットを工夫次第で解消していく必要があると思うんですけれども、まず、そもそも筋肉が成長していく仕組み、筋肥大の仕組みをおさらいすると、徐々に負荷を上げていく全身性過負荷の原則っていうんですけれども、それに基づいて今日上げれた重りよりも、さらにですね、重さを徐々に上げていったり、回数を上げていくというふうな形で行っていくということと、もう一つはですね、回数でいけば8回から12回程度できる重さで設定してトレーニングを行うと。そうすることによって、速筋繊維という筋繊維が刺激されやすくなって、筋肥大の効率が上がると言われています。この8回から12回っていう重さの設定は、自重トレーニングでは限界があるというところになるんですけれども、今最近言われているボリュームっていう風な考え方でいけば、同じボリュームであればですね、低負荷の高回数って言われる、これ自重トレーニングが主にそういった形になるんですけれども、と高重量の低回数っていうトレーニングでは差がないというふうに言われています。このボリュームっていう意味なんですけれども、これは重さ×回数×セット数の等数をボリュームっていう風な言い方をするんですけれども、すごく分かりやすい説明でいくと、例えばですけれども、私ベンチプレス1回上げれるのが120キロだとすると、120キロ1回、なのでボリュームが120という計算上になります。これをですね、例えば40キロを3回上げると、 40×3 で120キロという風な形で、ボリュームの数値が120と一緒になるわけなので、こういうボリュームが一緒のトレーニングであれば筋肥大の効果は差がないというふうに言われているわけなんですけれども、とある研究では 1RM の 30% から 80% の間で差がないというふうに報告されてたりするんですけれども、例えばですけれども、自重トレーニングの代表的な種目、上半身の種目である腕立て伏せを例にとっていくと、腕立て伏せの負荷っていうのは体重の 60% ぐらいと言われていますので、仮に私今70キロの体重があるので、腕立て伏せでかかる負荷っていうのは、約40キロぐらいになるわけなんですよ。で、この40キロっていうのは、私先ほど言いましたベンチプレス1回上げるのが120キロになるので、120キロの40キロ何パーセントかっていうと、 36% の 1RM に対して 36% の負荷という形になるわけなんですよ。ですので、この 30% から 80% の間であれば筋肥大の効果に差がないということなので、腕立て伏せを行って同じボリュームにすれば、ウェイトトレーニングと自重トレーニングでも差がないというふうな形になります。ただですね、
この自重トレーニングの場合はある程度追い込む努力値を上げていくためには回数をしなければならないということになります。まあ、40キロだとしても、まあ、腕立て伏せですね、やっぱり30回ぐらい、やらないと限界近くまでは追い込めないっていうところになるので、時間であったりこのモチベーションですね、精神的な疲労っていうのが、先に、まあ、やってきて筋肥大にとっては、まあ、効率が悪くなっていくというふうに、まあ、考えます。まあ、さらにある程度ですね、筋肉がついてこれば回数っていうのはどん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 上がっていくので、まあ、そういった場合も筋肥大に、まあ、限界っていうのはやってくるというところですね。例えばですね、まあ、50回60回もできるような回数になれば、遅筋繊維と言われる筋持久力に、まあ、優れた筋肉が優位に働くトレーニングになりますので、そういった意味では先ほどから申している通り筋肥大に限りが出てくるっていうところなんですけれども、まあ、そうした時に、まあ、いかに負荷をかけていくかっていう工夫が必要になってきます。例えば自重トレーニングの場合なんですけれども、両足や、まあ、両手で行うのと、それを片足、まあ、片手で行うのとでは同じ重力なので負荷が倍以上になるわけなんで、まあ、そういった形で、種目を工夫するっていうことも必要ですし、またですね、通常よりゆっくりと動かすようなスロートレーニングと言われる動きなんですけれども、まあ、そういう動きを行うことで筋肉にかかる負荷を、まあ、最大限ですね、負荷が抜けないようにするリズムにするとかですね、そういった、まあ、工夫次第で、自重トレーニングにおいても、まあ、幅広くね負荷をかけることが可能になりますので、ある程度ね回数30回40回ぐらいもできるようになってきたら、まあ、負荷のかけ方っていうところも工夫していただければよりですね筋肉の刺激っていうのも変わってきますので、ポイントとして押さえていただければと思います。あともう一つですね、デメリットで言いました、鍛えられる部位と筋肉に対しての刺激に限りがあるというところなんですけれども、これに関してもですね、特に自重トレーニングの場合、マシントレーニングやウエイトトレーニングで行うような、例えばですけどストレッチ種目と言われる筋肉が引っ張られるような動きであったり、筋肉が縮むようなところで力を発揮するような動きっていうところが、まあ、なかなか、行えないっていうところと、あとは、まあ、特に鍛えられる部位でいけば、まあ、背中のトレーニングなんかはですね、やはりこうチンニングのスタンドなどがないとなかなか鍛えていくっていうのは難しいと思いますので、ある程度ですね、そういった、まあ、簡単なですねご自宅に置けるようなトレーニンググッズっていうのも必要なのかなというふうには個人的には思います。でこの、鍛えられる部位や筋肉の刺激をどういうふうにして変えていくかなんですけれども、これに関しては、まあ、例えば手幅足幅をですね狭くするのか広くするのかで筋肉への刺激っていうのは変わってきます。重心をどういう角度にして負荷を与えていくかっていうところでも、まあ、全然、変わってくるわけなんですけれども、まあ、具体的に言うと例えば、腕立て伏せ一つにしてもですね、狭めにすると大胸筋っていうのは、収縮しやすくなります。なので大胸筋の、まあ、内側に刺激が行きやすくなると。じゃあ仮にですね、まあ、広めに握ると、大胸筋が伸びやすくなるので、まあ、少しストレッチがかかった状態になるというところ。あとまあ重心に関しても足をね持ち上げるような形体勢にすれば、まあ、斜めになるわけなので、まあ、大胸筋の上の方ですね、を鍛えることができますし、まあ、逆にですね、まあ、状態を少し上げてトレーニングすることで、大胸筋の下の方を刺激することができますので、まあ、そういった意味でもいろんな工夫次第で、鍛えられている部位であったり刺激っていうのを与えることが可能なので、まあ、自由トレーニングを行う際はポイントとして押さえておいていただければと思います。ということでですね、今日は、まあ、自由トレーニングについてのお話なんですけれども、まあ、私自身も筋トレを始めた時はですね、もうひたすら自重トレーニング、家でね腕立て伏せもうばっかり
していたこともあります。まあ、一年中腕立て伏せばっかりしてたっていう、まあ、こともあって、その時に体が変わったっていうことを今でもね、まあ、しっかり覚えてますので、やはりね、自重トレーニングだからといって、まあ、筋肉がつかないというふうに、まあ、諦めるのではなくてですね、まあ、自重トレーニングもこう工夫次第で筋肉を、まあ、大きくする成長することができますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも、セールのご案内、新商品のご案内、案内しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。